信長公、狐とは思いのほか義理がたき者だったようです。政宗君、奥州には信長公の手土産になってもらうよ。丹大様のやる気、そのひげがごとくピンピン伝わってきます。まさか卑怯な策なしに正々堂々伊達軍に挑むとは。策、我が輩としたことが忘れてたよ。まだ間に合うかね。実は伊達軍好みの賄賂を用意しておいたのだよ。あ、攻めてきます。待ってよコーン、これはいいものだよ。我が輩に続きたまえ。覚悟しな、ジェントルメン。将軍なんぞに奥州は渡しゃしねえ。よく来たな、ガスピー。勘違いしないでくれたまえ。将軍じゃないよ、信長公への手土産だよ。将軍の次は魔王のおっさんか。腰が軽いにも程があるぜ。なんとでも言いたまえ。これもご恩返しなのだよ。あんた、なぜそこまで魔王のおっさんに入れ込むんだ。信長公は弱小紳士だった我が輩に居場所をくださったのだよ。よって狐は恩を返す。実に簡単なお話だよ。拙者、言うこと聞かぬ、整わぬ。あとは任せたぜ。マグナムブーツ。我が輩は信長公に示したいのだよ。斧が手で領土を広げられるまでになった今の我が輩をね。甘えた理由だが、あんたにしてはマシな方か。 OK、 この地に宿る竜王として相手をしてやるぜ。生きてるな、鉄。手に余る敵にまみえたらまず俺を呼べ。申し訳ございませぬ。俺らは伊達だ。日の本最強、伊達の一員だ。俺は賭けてみてんだ、一等の見る先ってやつに。王など所詮名ばかりとささやけるとは思うなよ。王が王手を刺されるなんざ笑い話にもならしね。陣の代わりに墓を建てろってか。ふざけんな。俺らを怒らせたって得はねえぜ。なしてこっちには小十郎様がついてんだからな。時々恥ずかしくはなるよね、あの人と一緒にいるのに。指揮する人が倒れた以上、俺たちただのウゴール衆。気を抜くなよ、どん底を見てえわけじゃねえだろ。きっと俺らの分まで奴らにねじ込んでやってくだせ。ここで死ぬために戦ってたんじゃねえだろ。おい、もしかして小十郎様も浴槽入りとかできるのか。
すさぶ俺を醜いと思いてえなら思えばいい。だが俺に恥じるところはねえ。気をつけろ小次郎。味方によっちゃどうやら今までで一番マシなジャンプなんだ。はっ、肝に銘じるといたしましょう。道を開けたまえ、カタクリ君。今日の我が輩は一味違うよ。ああ、そのつもりで相手してやる。渾身で来い。取り乱しところで、前々から思っていたのだが、そのビシッと後ろに流した髪型、気候は紳士が似合うね。俺を引き抜こうってんなら試すだけ時間の無駄だぞ。てめえごときが本気で魔王に受け入れられるとでも。このヒゲを伸ばすよう言ってくれたのも信長公なのだよ。貧相な狐顔、ヒゲがなければ見られねえと言われたが。そうかもしれないが、そんなことあるわけないよ。待ったまえ、カタクリ君。紳士の決闘は一頭ごとにお茶の時間だよ。とんだ面倒だが仕方ねえ。今のてめえならな。今、あんたの瞳には何が映っている？何も見えてねえってんなら、カム、竜王の天下ってやつを見せてやるぜ。政宗君がいつにも増して凄まじい勢い。今のあんたが相手なら少しは本気になっていいかもな。政宗君、我が輩はね、この北の地が好きなのだよ。 What? ま、そいつは俺も同感だから。俺とあんた、唯一の共通点ってとこか。いいさ、卑怯な策でも何でもいい。あんたの一番強いとこを見せてみな。なんと、マサムネ君ながらあっぱれな紳士ぶり。我が輩も正々堂々策を見せるしかないようだね。今日はやめだ。一旦引くぜ、小次郎。はあ。すごくて賢い狐だよ。素敵だ、紳士は大人気。我が輩の決断が乱世を動かすといっても過言ではないね。おいっちに、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 